どうも42歳になったつんくです、12月の29日、いわゆるつんくの日ですね。12月のつんくの日29日に、11年ぶりのつんくソロ名義のプレミアムマキシシングル To You をリリースすることになりました。イエイ、久しぶりですね。はい、リリースに先駆けまして、オフィシャル YouTube で楽曲の視聴を開始しておりますんで、スライドショーになってますけども、それもチューブで飛んでぜひ曲を聴いてね、でも楽しんでください。はい、まあ、今回の曲はですね、女歌なんですけど、女の方が主人公の曲なんですが、まあ、ロックミュージシャンの中島拓衣が曲を書いてくれまして、まあ、彼と念入りに打ち合わせしましたよ。はい、まあ、彼と何度も今までお仕事してきたんですけども、彼のその作曲ぶりというのは、まあ、僕とまた違う彼なりの独特のセンスがあって、すごく僕は惚れてるんですけど、本当に日本でも数少ないロックミュージシャンなのに、すごい美しい、メロディーを書けるやつだと僕は本当に思ってますんで、そんな中島拓衣に僕は今回、自分の曲を お願いしまして、そしてその出来上がった曲に僕は歌詞を書いて、出来上がったのがこの To You でございますけどもね、そうですね、まあ年の頃なら20半ば以降30、40わからないですけども、子供が、ちょっともう手かからなくなったようなお母さん、奥さんとか、まあ、まだ結婚して、子供もいないけども、まだ、独身、なんていう、母親になってないお母、奥さんとか、あとはまあ独身でずっと我々仕事してますよみたいな女性の方とか、いろんなその女性の方に届く曲だと思ってますので、ぜひしっかり聴いていただきたいなと思います。そしてカップリングの翼はですね、5月に限定、配信限定でリリースした曲ですけども、僕からすれば全ての愛する人へのラブバラードのラブメッセージ、自分の家族含めですけども、プロデュースしているメンバーたち、モーニングやスパイレジやキュートやベリーズやの子たち全員にのへの愛もそうですし、もうこのように生きる人たち、生きる動物たち全てに対して僕は愛を注入したような、そんな曲でございます。翼聴いてください。そして、さらにマキシシングルのもう一曲入ってるわけですけども、マイソングという曲がありますが、この曲は本当男を歌って、僕自身のなんか応援歌というか、頑張ってる父ちゃんと働くビジネスマンとかみんな含めて男たち頑張れみたいな気持ちで、書いたわけでございますけども、僕が一番今自分の心境になんか合ってるなという、そんな気持ちで、作り上げた曲でございます。はい、ぜひ聴いてください。この3曲入りのマキシングル、今回プレミアムということで、新生堂さん、レコード大手の新生堂さん限定発売になっておりますので、お近くの新生堂のレコードショップに、足を運んでいただくか、新生堂のホームページから通信販売で買うか、もしくはつんくのオフィシャルホームページからの通信販売で買っていただくと、そんな風になっておりますんで、それぞれ特典も違ったりしますんで、よくよくチェックして、ご購入いただきたいと思います。ということで、皆さんぜひ手に取って聞いてください。以上、つんくでした。せっかちな人はこの後すぐ YouTube に飛んで、リリース、聞いてください。という。